今日は、パスされないためのガードのポイントを説明していきます。でポイントは785つあって、まあ、全部押さえた時に完璧にガードワークが完成してパスされなくなるんで、今日はそのうちの、まあ、いくつか説明していければと思います。でまず大事なのはオープンガードの話ですね。まあ、ハーフガードとか、まあ、いろんなポジションあるんですけど、まあ、結構パスされがちなポジションっていうのはこういうお互いにグリップ持ってないポジションでいきなり足持たれてパスされるみたいなことが多いと思うんで、この時のまずポイントを説明します。まず足の位置なんですけど、絶対に僕は足を伸ばしちゃいけないです。足を伸ばすと相手に裁かれやすいし、パスガードっていうのはこのスペースに入ってくることなんで、なんでそれを防ぐためにこういうふうに膝は引きつけておかないといけないです。僕は自分の膝を抱えるようにしてます。でも膝は閉じちゃダメです。閉じると横に弱くなるんで、こっちなんで膝はこういうふうにハの字にして、でかつこれだとこれもまだちょっと弱いです。だから自分の腕で足をサポートするようにして、すると相手に横に振られた時に肘で止まるんで横にも強くなります。だから相手が遠くにでもここで相手に触ってないといけないと思って足を伸ばしに行くとパスされちゃうんで、だから相手が離れている時は別についていかなくていいです。僕は待ってればいいです。こういうふうに、もしすごい離れてて起きれるんだったら起きた方がいいです。このポジションの方が強いんで、自分が先にグリップを作りに行くんで作れることができる。でこの形のメリットは相手につかまれても自分もつかめます。でここからスパイダーガードとかを起点にしてまた自分の得意な形を作っていくことができますね。でこれがまあポイントです。足の位置、膝はハの字、腕で抱える、足を伸ばさない。で次は相手がちょっと横に外れてきて、例えば足を持って外れてきた時にここでエビをして方向を向きを変えるのは良くないですね。エビはどっちかっていうと最終手段ぐらいに考えてた方が良くて、ここまで行くともう僕足入んないんで、これはもう絶対エビしないといけないです。でも相手がこれぐらいの位置、まだ距離が詰まってない場合はエビをしちゃうと、見てください、足をつくってことは釣られてこの足も下がっちゃうことなんで、ここで2オンとか入りやすくなりますね。さっきも言ったようにパスガードはこのゾーンを取りに来ることなんで、この膝は死守してください。こういうふうになんでこの足はマットつかずに足を振るようにして相手の方を向くようにします。相手の方を向いたら足をステップするんですけど、ステップする位置、これもポイントです。こっちじゃないですね、なるべく手前に、こっちだとまだ逆サイドにさばかれて反対側来られやすいんで、なるべく膝は開いたまま、膝閉じると横に流されやすくなる、なるべく膝は開いたままステップして、でここもう一つポイントあります。ここで腰を上げると横に振られます。なんで腰を上に上げないで肘とか使って正面に戻します。で常に自分の足の裏は相手の胸らへんです。これ結構間違えてる人が多くて、ちょっと胸より下だとこれすごい落とされやすいです。でも逆に高すぎるとめくられやすいです。だからこう自分の足の裏は相手の胸らへん、この辺を目安にして向けるようにしてください。だから相手の位置が下がったりしたら足は下げないといけないし、上がったらそれに連れて足の裏を上げないといけないです。でも絶対足は伸ばさない。この辺のポイントを押さえると、まあ、いきなりオープンガードでパスされるっていうことはなくなると思うんで試してみてください。